せーの、ヤッホー、アミです。ミエです。はいはい、ということで今日はみんなから集めた恋愛相談に答えていきたいと思います。イエーイ。お昼を食べながらということでゆるゆる動画、ちょっと長い動画になるかもしれない ね、これはね。トーク、トーク、久しぶりのトーク。みんなもお昼を食べながら。あ、そうだね、なんか食べながらこれ見るときみんな食べなきゃいけないみたいになるから、ルール、絶対ルール食べながらね、はい、見ていただけたらと思います。はい、じゃあそう、インスタで集めたのでそちらに答えていきたいと思います。名前はちゃんと伏せて答えるので、もし自分のあったらね、これかなみたいな感じで、はい、でいきたいと思います。はい、せーの、それでは早速いくよ。パッパー。はい、ということで食べていきたいと思います。食べていきたい、やばいね、食べることしか考えてないやつらみたいなとりあえず食べた方がいいんじゃない。はい、いただきます。いただきます。ガチお昼だからね、みーたちのお昼こんな感じだから、いつも。そうだね、うん、でもこれはお皿があるから、この野菜にしただけで、うん、今日はヘルシーお昼ですね。なんかさ、いつもさ、だいたい2食じゃん、うん、だからあんまお昼食べないんだよね。そうね、そう、朝と朝昼と夜、あ、そう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 、みたいな感じよね。焼き鳥ヘルシー、焼き鳥しか買ったんとか、ね、焼き鳥マジで好き。ファミマの焼き鳥マジで美味しい。それな、だから今日ファミマなんだよね、うん、本当にサラダ好き。これ安いよね、うん、普通になんか出来上がってるサラダよりもこっちの方が多くて安い、うん、恋愛相談ね、乗らなきゃ、うん、ジモン、うん、ジモンとかデイデイみたいになっちゃった今パッと見た感じ、好きな人の作り方、好きな人ができません、どうしたらいいと思いますかっていうのが多いかもしれない。うん、なるほどね。好きな人ができないか、でもさ、人はさ、好きになろう好きになろうと思って好きになるもんじゃないもんね。好きな人がいないなら別に好きな人いない状況、その状況を楽しめばいいと思う。なんかでも困ってるんでしょ、それで好きな人ができなすぎて。そうだよ、でもそういう子って見るね、興味がも人に興味を持つことがあんまり、なんていうの、知ろうとすれば自然と好きになる人は好きになると思う。うんうんうん、まあ、それで知ろうと思って知った上で好きにならなかったらそれまでだしみたいな。相手のことを知ろうとするっていう感じ、うん、そう、知ろうとすることが大事、まず、うんうんうん、どう、その答え。確かに、だって相手のこと知らなきゃ始まらないもんね、うん、知って好きになるっていう可能性の方が高いし、うん、まあ見た目から入る子もいるっちゃいるけど、でも性格知って、あ、いいなって思って好きになれたら、うん、好きになれたらっていうか好きになるかもしれないしね、それで。それはいいと思う。じゃあ次、友達から恋人になったんですけど、うん、友達感が抜けません。あるあるよね。あるある、確かに。なんかさ、友達でいた時にさ、うん、好きって思ったのと付き合ってみてってまた違うもんね。いやー、そうね、友達感が抜けない。でもそれってさ、うん、あれ最初から好きな人として見てなかったけどってことだよね、きっと。そうだね、友達から恋愛に。でも友達感、でもそれがいい意味なのかっていうね、友達としか見れませんなのかさ、うん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 、友達としても恋愛としても好きっていうのとさ、意外とわけ変わってくるよね。確かに。なんかでもまあその子にとっては、うん、やっぱり彼氏って感じになってほしいっていうのがあるのかもしれないけど、うん、友達みたいな付き合いっていうのは一つの付き合い方としてあるよね、うん、まあ確かにそれが自分にとっていいか悪いかはあれだけど、うん、友達みたいな感じで楽しいっていう場合もあると思う、うん、ね、だからいい気がする、うん、まあそれでなんか友達としてしか見れないとかだとちょっとあれだけど、うん、追われる恋と追う恋、どっちが幸せになれると思いますか？どう思いますか？ね、みゆは、うん、自分的意見として、うん、追いたい派なの。うん、追われるも幸せだと思うけど、いや、追われる方が
愛は感じるんかな。追われる方が絶対自分は幸せじゃない？確かに。なんかどっちがいいとかじゃなくて、幸せになれるのは絶対追われる恋だと思う。確かに。だって愛してもらえるんだもんね。だって自分だけ好き好きって一番辛くない？間違いない、まあ、幸せになれるのは追われる方だね。そうだね、じゃあ、これどうかな。一緒にいるときどうして男の子はゲームばっかするのですか？ゲームするの？お湯が沸けたのでスープを作ってきました。はい、ゲームでしょ。ゲーム、なんだろう、限度による。限度によらない。そっか。いや、確かに、何してる時されて、まあ、ご飯食べながらゲームはないか。なんか別にさ、アミも、なんか携帯ずっといじんないなんて無理だし、だからご飯食べ終わってちょっと休憩とかカフェ入って休憩とかしてる時にゲームされるなら全然いいかなっていう。限度によるかな。なんか、あ、一緒にいてつまんないんだなってこっちが思うくらいゲームばっかしてたら、あ、それは嫌だわ。なんか、あ、まあもうなんか諦めみたいな。でもそれをずっと許してたら会話なくなるからね。会話が消滅する。会話なくなるよ。ていうか、あ、ゲームしてて話聞いてくれないとかはありえない。ゲームしてても話聞いてんなら、あ、わかるわ。全然いいかも。そうだ、ゲームしててなんか話しかけても、うん、みたいな、なんか言ったぐらいな感じの反応だったら、ちょっと、今ミュウと一緒にいるんだよねみたいな感じになる。っていう。なるほどね。甘え方教えてください、だって。甘え方難しい質問だね。絶賛甘えるのそんなに得意じゃないなっていう。確かに。みゆもわがままとか言えない。それね、わがまま言えた方が可愛いのかな、女の子は。ちょっとぐらいわがまま言ってほしいっていう精神なんですか？気になりますね。も知りたいな、甘え方って。でも甘えるが全てわがままではないじゃん。で、甘えとわがままって違うからね、多分ね。わかんない、そこまでわかんないけど。難しい質問持ってくるなって感じでしょ。なんかさ、いや、わがままとさ、甘えがさ一緒になってくるとさ、もうそれは自分勝手になってこない？例えばさ、わがままが甘えだとすんじゃん。これ持ってこれ毎回やってたらやばくない？確かに。これ持って、あれ持って、これ買って、わがままではあるけど、それは甘えではないじゃん。確かに。それはわがまま、わがままってよくないからね。甘えは、会いたいとかは甘え？わがままじゃない、それは。それは可愛い甘えだわ。そう、そういう感じでしょ。でも、言えないね、そんなのね。言わない。ごめん、アミたちに聞くなみたいな問題じゃった。問題じゃった。問題じゃったね。問題じゃった。問題じゃった。これはちょっと難しかった。アミたちには。でもあれじゃない？なんないわ。相手が甘えてこない人だったら甘えたくなんないって聞こうとしたけど。そんなこともなかった。なでも塩対応されてたら。どちらかといえばそうじゃない？ねえ、ってなんない？そうだね。なるね。あー、確かに。なんかちょっとほっとかれた方が。あの、M ですか？そういうことで。でもわかる、なんか、だからツンデレみたいな感じよね。そういうこと。わかる。 M ではない、決して、それはわかる。なんか、めっちゃベタ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 ってされるとなっちゃうけど、ちょっと招待されてると、なんでそんな塩なんだろうなみたいな、ねえ、行きたくなる感じになるよね。それは確かに相手の問題ということで。はい、次の質問いきます。これ次、思わせぶりについてみたいな感じなんだけど、まず最初に、思わせぶりしてくる人を本気で好きになってしまいますっていう。なんか、いや、わかるよ、これは。だってさ、いやでも、ミュー的になんか後々その時は、いや、思わせぶりかよって思うんだけど、後々考えたら、あれは思わせぶりだったんか、あの、その人にとって普通の行動だったんか分かんなくなってくるの。勝手に思わせぶりって思ってただけなんじゃないかなって思う。なんか、そうやって言い聞かせる。
いや、あれは思わせぶりだったんじゃなくて、いい気がするやん、別にあその人にとっては普通だったんだろうなみたいな、別に思わせぶりしてるつもりとかなかったんだろうなみたいなぐらいで捉えたらなんか気持ちも楽になるかなって思う。確かに、でもまあ思わせぶりする人がいけないよね。え、まあね、それはいけない、本当にいけない、思わせぶりをやめましょうって本当に良くないよね、思わせぶりってね。でもそういう人って上手いからさ、好きになっちゃうよきっと。そういうもんか、そうなんよ、うん、そういうもんか、そうなんよ実体験ありなしの差がそう。でも対策としてはやっぱ、あ、なんかこれはあれだけ、対策としてはなんかそういう人にをあんま本気で好きにならないように頑張るっていうのをおすすめする、うん、ミユは最初からね、好きになる前に、そう、好きになっちゃったらもう 沼にはまっていってしまうから、もう、なるほどね、そう、好きになる前に自分で止めるっていうのを、なんかこの人は付き合う気ないんだなとかそういうのを感じてしまったら止めるっていうのをおすすめします。なるほど、はい、はい、じゃあ、お宝と別れて1年経つんですけど、未だに引きずってしまいます。なるほど。え、でも、アニ、これは、え、わかんない、その、振られちゃったっていう話なのかな。うん、振られちゃったって話っぽくない、そういうことだよね、からしたら。え、まあ、無理に忘れる必要もないと思うけど、でも、なんかそういうのって新しい出会いがあれば自然と忘れるんだと思うよね、うん、忘れるし、時間が解決してくれると思います、うん、なんか1年経っても忘れられないなって思う。まあ1年って確かにさ、結構長いじゃん、うん、1? あ、はい、長いよ長い、長いね、長いと思うけど、うん、でもまあその1年の間にただいい人がいなかったっていうだけで、これからいい人に出会えば絶対パッて忘れるし、うん、その人に夢中になれると思うから、絶対なんか無理に忘れよう忘れようとか思うと逆に逆効果考えちゃう。うん、わかるわかる。だから考えない、普通に、まあ別に考えたければ考えていいと思うんだけど、ご自由にみたいな言い方すんな考えたければ考えてもいいと思うんだけど、時間が経てば忘れると思う、うん、です。はい、早く行き始めたの、うん、おかしいでしょ、今のエンジン、アミの方が絶対早く行き始めたのに、うん、美味しいやばいでしょ。彼女持ちの人に大好きって言われまくってて、どうしたらいいかわからないどういう状況なのかわからない。あの、いや、まあね、どうしたらいいかわからないっていう気持ちが、好きになっちゃい、なっちゃったとか、うん、だとしたら、おすすめはしません。え、絶対に浮気症だよ。え、そう、だから、これさ、絶対繰り返すと思うんだよね、うんうん、もし、その、大好きって言われてて、もし、そっちの彼女と別れて、自分と付き合ってくれたとして、うんうんうん、それ付き合ったらまた他の人に大好きって言い続けるから、うんうん、その同じ状況が、うん、その立場が変わるだけで、うん、絶対その状況になると思う、うん、絶対に付き合わない方がいいと思う。え、今すごいびっくりしたもんね。何があったのかと思った、うん、よくない、よくない、めっちゃ汚れるよ、普通に。その人何してんのっていう話ではあるんだけどね。いや、間違いないね。え、それはさ、うん、女の子から来てるんだよね。そう、めっちゃ美味しいめっちゃ美味しい。美味しい。うん、いや、もんこタンメンスープ。マジさ、セブンのさ、あの焼き鳥のハラミ、あんまりさ、これもあんまりないんだけどさ、あんまりないよね、あんま見ないよね、うん、ここの店舗しか見ないよね、あんたちも。めっちゃ美味しいんだよね、これやばい。うん、美味しい。辛い？うん、辛い、ちょっと。好きなのに好きって言えないっていう悩みですね、うん、これはちょっとあれだよね、付き合ってんのか、うん、まだ付き合ってなくて告白になっちゃうのか、ちょっと、うん、アミは分かんないんだけど、うん、どっちなんだろう
それ結構大事なとこだよね、うん、でもさ、好きなのに好きって言えないってさ、もう好き前提じゃない？それって確かに言い方的に付き合ってるね、きっとね。付き合ってるよね。それだったらアミはめちゃめちゃ共感します。好きなのに好きって言えないし、かっこいいって思ってもかっこいいって言えないって恥ずかしいから言えないよね、そんな、うん、いや、わかる。うん、確かになんかさ、なんだろう、そんな口こもっちゃうんだよね、うんうん、でもそれってしょうがないかなって思うんだけど、どうかな、うん、確かに、思ってるの、うん、思ってるよって念じてんじゃん、うん、思ってるんだけどねって、そう確かに。でも男の人って多分結構さ、好きとか言う人多いんじゃない？確かに、うんうん、なんかそんな感じする、うん、分かんないけどね、うん、多分女の子の方があんま言わない、言えない、でも言ってないけど好きなんだよ、うん、それは男の子がそう、何？だってさ、多分その子は好きなのに好きって言えないだけで、別に行動がさ、うん、行動で好きを示せればいいかなって思う、うん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 、別に口で言うことだけが全てじゃない。確かに、よし。だってなんか何年前かのみゆ言ってたもん、なんかめっちゃ覚えてる。なんか好きって普通に言えるようになった頃にはもうみゆその人のこと好きじゃない気がするみたいな。確かに、なんか本当に思ってるからこそ言えないんだよ。そういうのがあった。めっちゃわかる、うん、と彼の服が好みじゃなくてでも言えないですっていう悩みですね。いや結構リアルな悩みだ ねなるほどね。なんかプレゼントしてあげたいんじゃないかな。確かに、なんか自分がてかこういうの似合いそうとか、おすすめするとか、別に、うんうんうん、あのその服嫌だとか直接言っちゃうとさ、うん、やっぱさ傷つくかもしれないしさ、うんうん、それは言えないけど、それならなんかこういう服も似合いそうじゃないとか、うん、この服かっこいいから着てみてよみたいな感じで、確かに誘導、さらっとね、さらっと誘導してあげたらいいかもしれないね。うん、なるほどね、リアルだね、一番リアルだね。それね、うん、確かにそれは言えないな。絶対言わないわ、みでも、はい、って感じですかね。いろいろな悩みが見れて、そうですね。なんかわかるなって思ったりね、うん、共感することはたくさん。なんかアミたちもわかんない、やっぱ恋愛はね難しいよ。難しいよね。でもちょっとでもなんか話聞くだけで紛れるって思ってくれたらいいな。確かに。って感じでした。ちょっとね、食べながらだったからめちゃめちゃゆるっとした動画になっちゃったと思うんだけど、みんなもご飯食べ終わりましたか？もう食べてる前提なの。全然終わってる。あみたち喋りながら、みんな食べてるから。そうだよ、ね、食べながら見てるから食べて終わってるわ。そうだよね。たまにはこんなゆるい動画もやっていこうかなって思います。はいはい、okay、あみたちの恋愛相談、ちょっとでも話聞いて心が和らいだって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、アミとミユでした。バイバイ。